こんにちは。ブランド腕時計バイヤーの井上です。今日はですね、時計がお好きで将来時計の仕事に就きたい方向けの動画です。ただ私は時計技師ではないので、そちら方面の話はできないんですが、今私がやっている中古時計の買い取りや販売の話ですね、これまでの経験をもとに全てお話ししていこうと思います。私は業界歴が16年、業界大手の会社で12年間勤めました。店長とか、まあ、エリアマネージャーとかを経て独立しまして、今4年目です。現在は、まあ、卸売メインなんですけども、ヨーロッパのオークションハウスで時計の鑑定や値付けの仕事をしたり、ウォッチワースという小さな時計屋さんを運営したりしています。まあ、今回は私自身が通ってきた道をそのままお話ししていくだけではあるんですが、今実際に時計バイヤーの仕事がしたいなって思ってらっしゃる方にはヒントとなるようなことがあると思いますし、具体的なイメージを膨らませる手助けになったら嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速やっていきましょう。中古の腕時計バイヤーになるには、極端な話、中古の腕時計バイヤーには基本的には成人で前科さえなければなれます。前科があっても5年経ってればなれるんですかね。確か犯罪によったと思うんですけども。まあこれが何なのかっていうと、古物商許可の要件の一つですね。他にもいろいろ要件があって、詳しくはググっていただきたいんですが、とにかく古物商の申請を出して無事許可が下りれば、中古の時計を事業として買い取る、仕入れることができます。晴れて腕時計バイヤーというわけですね。まあこれでこの動画が終わってしまうとつまらないので、腕時計バイヤーとしての成長の仕方というか、成功の仕方みたいなステップをですね、順にお話ししていきます。まあ、まず古物商を取ったら買い取りができる、仕入れができるということで、次に仕入れの話なんですけども、時計を扱うんだったら、初めから個人買い取りをするのは、まあまあリスクがあると思っておいてください。心眼のリスクはもちろんなんですけど、実店舗を開いて宣伝して最初の仕入れができるまでに結構なお金が出ていきます。そしてもう今は至るところに買取店がありますからね。全国区の有名な買取店とポットでの個人の買取店、最初はなかなか厳しい世界です。なので私はまず仕入れは業者の市場でいいと思います。というわけでまず業者の市場の話なんですけど、業者の市場の登録には、まあ、法人じゃないとダメっていうところもあれば、審査も緩くてですね、個人事業主でも OK っていうようなところもあります。ちなみになんですけども、業者の市場でも、その市場によっては当たり前に偽物が出ていたりします。荷主保証がある市場じゃないと、うっかりですね、偽物を買ってしまったら、丸々大損ですからね、要注意です。ただまあ、個人買取よりは、よっぽどリスクは低いですね。この業者の市場、古物市場っていうのは、全国にめちゃくちゃいっぱいあります。まあ、その中でも、アプレさんとか、まあ、エコリングさんとかが、とりあえず、まあ、さあ今から古物商を始めようっていう方には使いやすくて向いてるんじゃないかなと思います。ネットでポチポチできますからね。そしてアプレさんは初期費用がいらないはずなんで、とりあえずどんなもんか見てみたいっていう方は登録してみたらいいと思います。まあ、私には何の力もないんですけどね。元同僚の方がいたりするので、本気の方は紹介します。一つの市場に慣れてきたら、他にもいろんな市場に行ってみて、それぞれの特色とかを掴んでいくうちに、自分の商売とか、まあ、自分の性格に合う市場が見つかるはずです。それぞれのこう市場間の相場の差を利用して、こっちの市場で買って、こっちの市場で流しみたいな、そういったバイヤーさんもいます。古物市場に関する情報が一番多いのが、こちらのリサイクル通信ですかね。今年社名が変わってリサイクル、いや、リユース、ちょっと今、うろ覚えなんですけども、後で正しいものをここに貼っておきます。私もオークションハウスのエキスパートとしての取材とか、あとは数年前、この YouTube チャンネルも紙面に取り上げられたことがあります。まあ、このリユース新聞にですね、全国の古物市場の情報がザザッと載っていますから、案外ですね、こう、お家の近くにあったりもするので、見てみると面白いです。腕時計バイヤーと言いつつ、一人で事業をするんだったら、バイヤーだけじゃダメですよね。仕入れた時計は売らないといけません。最初の段階では、実店舗も信用もありません。顧客もいなければ、卸先もないでしょう。最初の売り先は、メルカリとかでいいと思うんですよ。すぐできるじゃないですか。プライベートでなんか欲しい漫画とか、雑貨とか、適当に買ってですね、アカウントを育てておけば、高評価レビューの多い時計ショップの出来上がりです。ただまあ、個人の古物商って今めちゃくちゃ多いですからね。ちょっと差別化したい方は、eBay とか、黒の24とか、あとは片浮きなんかで、海外に向けて販売してみるのもいいでしょう。そして、まあ、ここが何よりも、時計を扱うポイントなんですけども、なかなか売れなくてですね、資金がこう、ショート気味になってきたら、ヤフオクとか、また業者の市場に投げて、換金して別のものを仕入れる。本当にですね、ここがポイントで、時計は食品と違って腐らないですからね。それからお洋服と違って、流行りがワンシーズンで終わるってことも、まあ少ないです。ちゃんとした仕入れをしていれば、投げ売りしたとしても、そこまで損せず、資金を回収することができます。特にですね、初めのうちは、もうこの一本に利益をドーンと乗せて、儲けるんだっていう考え方よりも、
どんどんですね、商品を回転させましょう。少しの利益でも、まあ、仕入れからプラスになって売れるんだったら、もうどんどん売っていってですね、お金と商品を回して実績を貯めていくのがいいと思います。実績っていうのは、ショップとしての、まあ、お客さんに対しての実績もそうなんですけども、仕入れ側ですね、対市場との関係を考えても、まあ、毎回参加してどんどん仕入れてくれる古物商の方が、まあ、信頼できますよね。どんどん実績が溜まっていきます。そのサイクルで回るお金をどんどん大きくしていって、初めて次のステップ、実店舗展開ですね。はい。まあ、ここから先はちょっと時計バイヤーっていうのも違うのかなと思うので、今回はこのあたりまでにしとくんですけども、じゃあま、ここまで、古物商さえ取れば、今の時代、まあ、仕入れも販売もなんとかなるし、まあ、時計バイヤーって誰でもできるよねっていうスタンスでお話ししてみたんですが、個人的には、中古の腕時計の売買を仕事にしたいんだったら、まずは腕時計の買い取りや販売をしている会社に入ることを強くお勧めします。なぜ会社に入るのかというと、そこで給料をもらいながら基本的な知識とかノウハウを学べるからですね。特に本物か偽物かを見極める心眼の知識、それからそのものの相場、状態の見極め方、これらは別にですね、まあ、生まれ持ったセンスではなくて、その人が単にどれだけの数を見ているかです。私は当時、社員数が確か300人ぐらいで、お店が50店舗ぐらいかな。まあ、それぐらいの規模の会社に勤めていて、心眼のテスト、買い取りの計算テスト、まあ、社内のテストですけどね、常に1位でした。もちろん、会社の利益に貢献するための会社が用意してくれた教育ではあるんですが、知識っていうのは個人の資産にもなりますからね。特に先々の独立を考えているんだったら、本気で取り組むべきです。そしてですね、将来独立も考えての、まあ、転職、まあ、新卒でもいいんですけど、会社を選ぶ場合は、まあ、その会社が個人からの買い取りだけじゃなくて、市場でも買い付けを行っている必要があります。まあ、最初はですね、まあ、どのような形で会社に入るにせよ、時計が好きで、で、勉強して時計に詳しくて、成績も上げていれば、きっと数年のうちに市場での仕入れを任せられるようになるでしょう。その時の仕入れ予算は、会社の規模にもよりますが、毎回の市場で数百万、もう1000万ぐらいの予算を持って、来るバイヤーさんもいます。最初から個人で始めると無理とは言わないんですけども、なかなかたどり着ける世界じゃないですよね。もちろん会社の規模が小さくても給料もらいながら業者の市場に出ることはもうメリットしかありません。通っていれば顔も覚えられるし、会社の看板がありますからね。一個人よりも信用されるし、参加料も会社持ちだし、出張代も出るし、まあその仕入れ予算が少ないと、もちろん買えるものっていうのは少なくなるんですけども、下見するのは自由ですからね。その時の市場に出ている商品をすべて下見して、まあ、状態なんかも見てですね、すべて落札価格を予想して、そして競りに参加しながら答えを整理していく。大きい市場であればもう1回につき500本とか、まあ、1000本とかを超えます。これが勤務時間中に給料をもらいながらできると思えば最高じゃないですか。そしてもちろんですね、個人さんからの買い取りも会社の資金でできます。仮にですね、偽物を買ってしまっても、まあ、会社のお金ですからね。なんていう軽いノリじゃダメだと思いますし、反省もしないといけないんですが、まあ、かといって偽物を買ったから給料ゼロですみたいなことはないでしょう。大きな会社であれば法務部なんかがですね、その偽物を売ったお客を詰めてお金を取り返せることもあるかもしれません。会社には将来腕時計バイヤーになるための必要な経験とか手助け、仲間があります。そういったですね、まあ、仲間、経験、横のつながり、すべて含めて一度会社に入ることがおすすめです。単純にですね、その辺の会社を足がかりにしようぜっていう話じゃなくて、入ってみて良ければ長年勤めればいい話ですし、先ほども例に出しましたが、会社の看板とか莫大な資金を使って大きな仕事ができるっていうのは、それはそれで楽しいですからね。まあそういった感じでちょっと長くなったんですけども、私はですね、腕時計バイヤーになりたいよっていう方に対しては、個人で今すぐにでもできるはできるんですが、一度、まあ、そういった会社に入って業界を知るっていうのが、結局成長に向けては一番近道なのかなと思います。最後にですね、言い忘れてたんですが、気になる資金の話。私は独立の時にココから創業融資を受けました。別に何の実績もなかったんですが、12年間勤めてきた会社でやっていたことをやるだけなんで、同じ商売するわけですからね、特に何の基地もつかず普通に借り入れました。その面でも、もちろん10年も勤める必要はないんですけど、会社に勤めてすでにその業界を知ってるよっていうのはアドバンテージになるんじゃないかなと思います。はい、というわけで今回は腕時計バイヤーになるための具体的なステップをお話ししてみました。まあ、腕時計バイヤーっていうのはですね、別に学歴も必要ありません。本当になろうと思えば誰でもなれるんですね。古物商を取って市場に出て時計を1本仕入れれば立派な腕時計バイヤーです。ただまあそこで大きく成功したい、大きく成長したい場合にはやっぱりですね、地道な努力が必要ですし、辛いこともあるでしょう。会社勤めでなければ偽物を買ってしまったら大きい損害が出ますから、そういったリスクもはらんでいます。でも本当に別に厳しい世界ではないですから、興味があるなら挑戦してみて損はないでしょう。概要欄の方にですね、いくつか時計バイヤーにつながりそうな求人を貼っておきます。ちなみにこれは案件じゃないですからね。
私が業界に媚びを売るために勝手にやっていることです。最後にですね、まあ、腕時計バイヤーになるには、なんてこう、偉そうに語ってるんですけども、私自身はですね、別に時計バイヤーの世界でそんなに大きい存在ではないですから、そこだけはですね、付け加えておきます。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。